ルミ玉トン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 アルミ玉トン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 アルミ玉イエーイ。はいどうもこんにちは、つばさです。あいさです。木村拓哉です。はい、いつも通り、オッケー。はい、じゃあ今日はね、タイトルにある通り、これ使います。今さら、アルミホイル、アルミ玉、イエーイ。夏休みってことね、自由工作のとこでアルミ玉使って、アルミホイル使ってアルミ玉作ろうと思ってます。はい、はい、じゃあまずね、アルミホイルを丸めていきます。開けます。ね、どこ？ね、どこ？あ、わかった。あ、ここ？ね、ね、ここ？はぱい。え、こう？だだよし。あ、あ、え、全部違うかな？なんで？緑。これピンク。これピンク。イエーピンク。なんで？一人だけ白いよ。いいよ。これで。こっちじゃないの？こうだな。これ取るの？取るよ。これさ、ねえねえ、なになになに、ここ取れた。いいよ、ちょっとくれ。ぽい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 。あー、翼？うわ、変なことになってる。で、これスタートが感じね、スタートがね。スタートが感じ。よし、ここでここで細かくいくんだぞ、いくぞ。翼さん、はい、丸めろ、これこう、スタートが感じだから。おかしいからバナナ食い始めたんだ本当に食ってるし、え、まあ、いったらよ。これちょっと時間かかるな。魔法を使おう。なになに、魔法を使ってもいい？なに、うん、今ストップ。じゃあ魔法を使いますよ。あ、いった。いいか、せーの、ほい。はい、丸めましたよ。丸めました。見てください、大人の意地でこんなカチカチにしました。大きさ違うよね。全然違う。これが子供と大人の。これが子供です。これがほんならクサクサともひろです。さあ、これからね、じゃあトントンタイムします。トントンタイム、トントン。それは何かと思いますか？はい、こちらです。さあ、このじゃあ叩いていきます。あ、ちょっとここから地味な愛情になるんでね、気をつけてください。一本押す。you
まだ出しません。なんでよ。このヤスリかけときな。うん、ヤスリ釣ったって僕ち小指くいって持ってたぞ。こっち。わぁ、こうやってそれだ。なんか軍手出てきた。わぁ、軍手出てきた。俺にはない。まあいいや。これをね、まずこうします。30分叩きました。こんな感じです。だいぶちっちゃくなっただけでしょ、ね、アイザが一番でっかい。まだでっかいの。ちょっとね、これね、時間かかるからもう今日やめます。疲れました。しばらく叩いたり日数かかるんで、ちょっとこれしばらく叩いてみます。ちょくちょく写真撮ったり動画撮ったりしてやるんで、楽しみに待っててください。長いよ。はい。ということで、ね、1週間叩きました。叩いて叩いて叩きました。その模様はね、予告編ありますからね、予告編見てください。そうそう、一生懸命叩いた画像動画があります。その結果がこちら。どうですかこれ。はい、はい、じゃあね、これをね、ヤスリかけていきます。ヤスリがこちら、はい、10枚セット開けます。開けるとこから、下から、うわー、あ、出しやがった。ふぃー、ここか、じゃあこいつの、うわ、結構細めある。よし、そう、裏側にこの粗い方から順にね、かけていきます。では行きます。レディー、ここちょっと待って、テーブルの、マスクしなきゃね。マスク、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 あ、俺のマスクは、俺のマスクしなきゃ。これも時間かかるな。魔法使うか。魔法使うべ。いくよ。せーの、ポッ。じゃあ仕上げに入ります。仕上げに使う材料はこちら。ピカールでーす。ピカール、ピカキンです。はい。さあ、これを容器に。あれ、なんでモヒカンになってんの、トロさん。モヒカン王子。臭いよ、臭いのでね。はい、じゃあタオル。あ、
焼き上がりました。さて結果はどうなったのかっていうとこちら、まあまあかな、まあまあな出来になってしまいましたね。はい、でもまあまあピカピカになりましたよ。はい、ということでね、今回はね、みんなでアルミ玉作ってみましたよ。さて今週はこれでさようならまた来週ね。チャンネル登録よろしく、評価もぜひ。はい。